モンテカルロは、モナコの四つの地区の一つであり、同国の北東部、モナコ湾の北岸に位置する。モンテカルロ地区は、行政上、同盟のモンテカルロ区を含む四つの区にさらに分けられている。モンテカルロとはイタリア語で、シャルル三世の山という意味であり、彼の知性下で名付けられた。モナコの中心市街地であり、モナコ経済を支える観光業の中心地区である。 国営カジノであるモンテカルロカジノをはじめ、当時場、ゴルフ場、水泳場、美術館、植物園、豪華なホテルなどの設備が集まる。芸術祭、スポーツ祭などの催しも多く行われる。シャルル・ガルニエによって建築されたモンテカルロカジノは1000人の客を収容する大広間とルーレットを備えたいくつかの部屋などからなり、会が浮き彫り、 素像などの装飾品、花壇を備えた前提がある。また、モンテカルロ歌劇場を併設している。本地区の行動をコースとして利用する、海一のモナコ GP や、本地区を起点とする WRC のラリー・モンテカルロが行われる。テニスのモンテカルロマスターズも有名。モナコ対抗宮殿のある、モナコ側から見たモンテカルロ。ありがとうございます。